ロイス・レンスキーは、アメリカ合衆国の絵本、児童文学作家、イラストレーター。1893年、オハイオ州、スプリングフィールドでルーテル派牧師、リチャード・ C ・ H ・レンスキーの娘として生まれる。リチャードの父、すなわち、ロイスの祖父は、ポーランド人、祖母は、ロシア人の移民であった。1915年に、オハイオ州立大学教育学部を卒業するが、 美術教員から絵画の才能を評価されたことを受けて、父の反対にもかかわらずアートスチューデンツリーグ・オブ・ニューヨークを経て、イギリスへ留学し、ウェストミンスター・スクールを卒業した。1921年にアメリカへ帰国し、画家のアーサー・コービーと結婚。2児の母となった後、1927年にザ・スキッピング・ビレッジで絵本作家としてデビューする。 1946年にストロベリーガールでニューベリー賞を受賞した。1974年、フロリダ州の自宅で死去。満80歳。原則として日本語訳が刊行されているものを挙げる。スモールさんの絵本式の絵本グーズベリーさんの緑の庭で絵本の黄金時代1920から1930年代2004年に。 復刊したスモールさんはお父さんの真相版は童話館出版より観光。ありがとうございます。